宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。営業保証金の返還、営業保証金の供託方法を変えること、これが営業保証金の返還。3パターンある。パターン1、金銭から有価証券に返還。1000万円の現金と額面1000万円の国債証券は評価額がどちらも1000万円なので、現金1000万円を額面1000万円の国債証券に返還することは可能。パターン2、有価証券から金銭に返還。例えば額面1000万円の地方債証券、これは評価額が900万円なので、額面1000万円の地方債証券を現金900万円に返還することは可能。パターン3、有価証券から他の有価証券に返還。地方債証券と政府保証債証券は評価額が額面の 90% で同じなので、額面1000万円の地方債証券を額面1000万円の政府保証債証券に変えることは可能です。